龍門ダム。龍門ダムは、熊本県菊池市、一級河川、菊池川水系狭間川に建設されたダムである。国土交通省九州地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、菊池川水系における、河川法に基づいた、唯一のダムである。堤高は99.5メートルで、形式は、重力式、コンクリートダムとロックフィルダムの複合型。 いわゆるコンバインダムであり、コンバインダムとしては日本で最も高いダムである。菊池川の地水及び、熊本県北部地域、福岡県南部地域への利水を目的とした特定多目的ダムである。また、筑後川水系と菊池川水系をトンネルで連携させて水を融通することにより、福岡市への水需要にも一役買っている。ダムによって出現した人造湖は、 半弱湖と命名され、ウォータースポットとしても利用されている。名称、菊池渓谷で知られる菊池川は、阿蘇街林山に源を発したマナ平野を流下する、熊本県北部の大河川である。古来より、流域は、肥沃な土地として知られ、戦国時代には、大友氏、龍造寺氏、島津氏がしのぎを削った地域でもあった。だが、たびたびの水害に悩まされ、特に、 筑後川をはじめ北部九州を阿弥教官のルツボに陥れた1953年、昭和28年6月の梅雨前線号では、玉名市、菊池市等に致命的な損害を与えた。その後1962年、昭和37年にも、菊池川は氾濫市流域は被害を受けたため、建設省、現、国土交通省は、玉名における基本、高水流量、 計画洪水流量を改定し、洪水量を抑制するために1969年、昭和44年、菊池川水系工事実施基本計画を改定した。この中で、従来は、堤防建設等に頼っていた、洪水調節を補強すべく、上流にダムを建設して、水害対策を図ろうとした。また、肥沃な玉の平や、菊池大地への灌え用水の補給、 さらに三井グループの工場が集中する大無田市工業地域の拡大により、工業用水の需要が急速に高まり、こうした初藩の水需要の逼迫から多目的ダムによる河川開発が必要となった。菊池川元川には水力発電用として菊池川第一ダムから菊池川第五ダムまで5基のダムが建設されていたが、いずれも包み高15.0メートル以下の小園堤であり、 地形的な理由等から大規模なダム建設は不適切でった。このことから主要な支流である狭間川にダム建設を計画することとなり、1970年昭和45年により、狭間川総合開発事業として特定多目的ダムである流門ダムの建設が計画された。1970年により実施計画調査が行われた。だが水没地域は、 棚田が広がる水田地帯で87世帯が水没することから強固な反対運動が持ち上がった。折から八の巣上紛争が最盛期だったこともあり、容易に解決されない問題となった。このため建設省は1974年、昭和49年に龍門ダムを水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定した。全国的には五所ダム、 雫石川や手っ取り川ダム、手っ取り川、県内では、川辺川ダム、川辺川等と共に指定された。この後1979年、昭和54年には、ダム建設費に生活再建対策費を設け、生活再建のための数々の施策、大体地取得利子補助、転職圧旋、周辺公共施設整備などが細かく実施され、保障交渉も妥結。 計画から31年の歳月をかけ2001年、平成13年、正規をまたいでダムは完成した。ダムは当初、包み高100.5メートルの中央土質社水壁型ロックフィルダムとして計画されたが、後に、利水計画変更、高費節減の意味合い等から形式を変更。左岸部を重力式、コンクリートダム、右岸部をロックフィルダムとした、コンバインダムとした。 この形式としては、九州地方唯一のものである、沖縄県を除く。堤高は当初予定から1メートル減らし99.5メートルとした。ダムの目的は、洪水調節、不特定自水、灌外、工業用水道の供給の4つである。治水目的では、洪水調節は、治水基準点の玉名しにおいて、 1953年6月及び1962年7月号を基準とした計画降水流量毎秒4500トンを毎秒3800トンに低減毎秒700トンのカットさせるダム地点では毎秒440トンをカットさせる不特定義水では同じく玉梨を基準点として勘外機、農飯機に毎秒12.42トン、非勘外機、 農管機には、毎秒3.63トンを放流し、環境水利県分の農業用水補給を、菊池川下流域に行う。利水目的では考えは、玉名平野の1382ヘクタールと、菊池大地4740ヘクタールの合計6122ヘクタールの新規開墾農地に対して、それぞれ最大で、毎秒3.616トン。 毎秒6.031トンを供給する。工業用水供給では、大牟田市臨海工業地域に日量4万5千トン、荒尾市臨海工業地域に日量5万5千トンを供給する。ダムのある、狭間川では完全な貯水が不可能なため、菊池川本川土地区川、水系津江川からトンネルを通じて、ダム湖に洞水しお浄水を有効活用している。津江川に、 津江分水石、菊池川元川に立門分水石を建設し、そこに貯水した河水を、津江分水路と立門分水路という二つのトンネルを通じてダムへと導水する。逆に、菊池川元川の水量が低下した時には、河川維持に必要な水量を菊池川へ供給するために、ダムから菊池川に至る狭間分水路を通じて放流する。このようにして、 余剰水水をを有効効に活用用し、効率的な水運用を図っている。この事業は全国的にも大規模なものであるが北部九州への安定した水供給を図るために策定された筑後川水系水資源開発基本計画の一環にもなり水不足に悩まされる福岡市やその周辺都市また久留米市や佐賀市といった九州北部への上水道供給のための重要施設として 龍門ダムは位置づけられた。筑後川上流ダム群、松原ダム、下請ダムと、菊池川水系を結ぶ、新たなる北部九州の水亀としての役割も、期待されている。ダム湖は、水没中岸部の大技より、半蛇口湖と命名された。ダム湖はヘラブナ、ヤマメ、ウグイ、川ムツの釣りのスポットであるほか、九州では有名なワカサギ釣りのスポットである。毎年2月には、 龍門ダムワカサギ釣り大会が行われ、200人以上の大工房が釣り糸を垂らす。ワカサギについては1998年、平成10年より、長野県より600万粒の受精卵を購入し、湖で孵化させている。半蛇口ャでの釣りについては、熊本県菊池川漁業協同組合が漁業権を保有しているため、入漁時には、 菊池川遊漁観察という許可証が必要となる。追加観察と年間観察があり、料金はそれぞれ500円と2000円である。なお、牧江は湖の環境悪化を招くため、またブラックバスとブルーギルの放流は湖の生態系を破壊し漁業に影響を与えるた、それぞれ禁止されている。また、百九十九年、平成十一年ダム淡水中に、 熊本未来国体のボート競技の会場となったことでも知られる。これ以後も、市営想定場等が設けられ、ボートやカヌーの練習場として、春先には、九州学生レガッタの会場となるなど年間を通して、多くのボート競技や講習会が開催されている。このように、半蛇口湖は、多くの県民に活用されているが、これには、国土交通省の 地域に開かれたダム施策も絡んでおり、地域住民に積極的にダム施設を開放し、観光資源として役立てるという水源地域対策特別措置法の理念も脈打っている。ダムは菊池市の新たなる観光スポットとして、休日には多くの観光客で賑わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。